新開札口旧駅舎。2010年秋まで仮設南口として使用されていた。野方駅は東京都中野区野方6丁目にある西武鉄道新宿線の駅。駅番号は SS07。島式ホーム一面二線の地上駅で南北自由通路を兼ねた橋上駅舎を有する。新宿線の各駅停車のみの停車駅では唯一。 島式ホームを持つ駅である。ホーム有効庁は8両編成分である。ホームと改札外、及び改札外と地上の間をそれぞれ連絡する、エレベーターエスカレーターが設置されている。2010年3月28日より、新たに北口が開設され、同時に新駅舎の供用を開始した。南口は、同年10月に完成し、南口の駅前広場は、 同年12月より使用を開始した。ホーム福院の都合上、階段、上りエスカレーター、下りエスカレーターは個別に設置されている。トイレは改札内コンコースに設置され、多機能トイレを併設する。2020年度の1日平均乗降人員は18,888人であり、西武鉄道全92駅中40位。 近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通りである。北口駅の南北には、商店街が広がっている。駅周辺に、野方駅、野方駅北口、野方駅入り口の3停留所が設置されており、このうち野方駅と野方駅北口が当駅への乗り換え停留所として案内されている。各路線の詳細については個別の記事を参照。 駅南口から徒歩2分ほどのところにあり、これが当駅もよりの停留所である。関7通りから当駅方面へ進み、突き当たりとなる T 字路内に設置されている。すべて関東バスによる運行。2011年11月15日まで、停留所名称は、野型であった。駅北口から徒歩5分ほどの、関7通り上にあり、丸山立教と、 西部新宿線アンダーパスの間の速道に設置されている。中期がない場合はすべて関東バスによる運行。高円寺野方間は、いずれの路線も間7通りを経由するが、赤31、赤31からに O78 は、途中の大場通りと、八幡前に停車しないほか、北隣の野方消防署前にも停車しない。新宿線では、 中井駅から東駅までの約 2.4km 区間で連続立体交差事業を進めているが2016年6月13日付の西武鉄道公式 HP で新たに東駅と余木駅付近の連続立体交差が計画されている。ありがとうございます。